クイズ番組は、ええ、見てた割には、ええ、あんまりクイズ苦手なんですよ。あ、関心ないっていうか、なんだろうな。ほとんど まず答えられることないですね、クイズで。あんまり見てはいたんですか。見ていたってことは面白いとは思ってたんですか。あんま積極的に見てないですね。あ、そうですか。まずね、クイズダービーとか見てましたけど、ええ、惰性で見ついてましたね、あれは。前番組が TBS ずっと垂れ流しな状態にしてて、漫画日本昔話を見てたと思うんですね。あ、だから8時から見るのの、その前じゃあ料理天国とか見てたんですか。ええ、何時ですか。土曜日の夕方6時半かな。土曜日はだから7時からしか見ないんじゃないですか。7時台も見てません。ちなみにその前が料理天国で、その前がタイムボカンで、その前が漫画初めて物語っていう、ものすごい潜ったものすごい顔ぶれなんですよ、土曜日の TBS っていうのは。で、全員集合、それから G メン75っていうから、モグタンのお姉さんは何て言いましたっけ。何人かいますけどね、一番長い一番最初は白石丸美じゃないと、岡真由美さんでしたっけ。わかんないな。一番最初の爪ミリーさんですよね。それじゃなくて、岡真由美さんじゃなかったっけな。あのピンクの変な化け物何なんですかね。モグタ何なんですかね。動物じゃない、架空の。なんだろう、ちょっとその設定は見てないですけど。あれなかなか斬新じゃないですか。こう実写でもモグタはいるんだけど、急にアニメになっても絵として登場するじゃないですか。そうですね。まあお姉さんもアニメになりますけど、なりますからね。ああ、今急に思い出しましたよ、そんなのあった。ありました。結構面白かった。だから土曜日の TBS すごかったんですよ。だから本当に TBS から動かさなかった家って結構あったんですよ。全員集合は見てたんですよ。見てましたけど、そんなに面白かな。本当に面白いと思ってた期間は短いですね。だんだん、まあやっぱり3年、3、4年とか、そんなもんでしょうね。そんなもんじゃないかな。そんなもんでしょうね。ある程度大きくなるとなんか逆にバカにしちゃいますよね。バカにはしてないですけど、なんか見るだけのエネルギーはないんですね。あ、ただあっちでよく見てましたよ、富士の方、ドリフの大爆笑の方。あ、ドリフ大爆笑。ああ、あっちは今度あれじゃないですか、笑いの作り込みがすごいじゃないですか。月に1回ですからね。作り込みっていうか質が高いですよね、あっちの方。あれもバラエティですね。あれもバラエティですね。で、一応渡辺プロですから、歌手にはもらってますしね。おなじみもしものコーナー。もしものコーナー、あれね、あの音源僕はたまに動画で使ってるやつですね。あれいいですよね。あれね、作った人にね、もらったんですよ。え、作った人がいて、あれ、なんか自分で演奏してるんですよ。作った人、作曲者だったんですか。YouTube って自分で演奏したら鳴らしていいかなとか、オリジナルじゃないんですよ、あれ。え、オリジナルを演奏してるんですか、あれ。オリジナルを誰か知らない人が演奏していて、その人にそれ、くれっていうか、使っていいですかって言ったら、いや、どうぞって言うから、それをいただいて、自分の動画にたまに使ってます。あれって何で演奏してるんですか、楽器は。シンセサイザーをあの音に近づけてやってるんじゃないですか。シンセですか。限りなくだから、あれをミニコピーして。すごいな。そんな知り合いがいるとは。知り合いじゃないです。それをなんか動画をアップしてる人がいて、それを使い方があるんですよ。自分の喋ってる背後にあの音があったら面白いじゃないですか。ドリフ大爆笑の音っていうことで発表してる人がいて。そうなので、それを自分で演奏してるかなんかで、それを僕が見て、それを使わせてくれっていうか、それをもらったんですよ。それを自分が喋ってる後ろで流してるんです。いいですもんね、あの音がね。で、分かる人じゃないと分かんないです。で、そういう人だけ見ればいいっていう、そういう動画なんですね。あれはどうですか、NET でやってたドリフと、なんだっけ、
ドリフはこう医者、お医者になってやされましたよね、怒り屋さんがね。え、医者？医者になって女優を診察するっていうのが、テレビ朝日がそれやってました。それと、フジテレビの差がどうも頭がない。テレビ朝日ではそれやってたんですよ、ドリフは。そんなに番組読みあったんですね、じゃあ。だから、渡辺プロだから徹底的に仕事入れるっていうかね。すごいね。すごいっすよね。ものすごいハードだったと思います、本当に。だからドリフって何曲もレコード出してるじゃないですか。オリジナルの歌っていうのがほとんどないんですよ。みんな過去のカバー曲なんですよ。過去の誰かの、誰かの、ミオちゃんもそうだし、あのいいユダナもそうだし、あの誰かさんと誰かさんもそうだしね、ほとんどカバー曲なんですよ。オリジナル必要ない、あのというか、そのオリジナルの曲を練習する時間がなかったんです。だから知ってる歌でやるしかなかった。誰でも知ってるような歌を今からお前たちも歌えって、そうすぐにその場でも歌わせられる歌しかできなかったんですらしいですよ。新たに一からその歌を教える時間がなかったらしいです。バラエティーって言ったら、そうか、バラエティーってなるとじゃあもう多岐にわたるんですね。はい、スター誕生なんかもバラエティーですね。じゃあスター誕生どっちかというとやっぱあれでも音楽番組でしょうね、やっぱりね。確かにバラエティの要素もあったから、まあ、アイノコみたいな感じではありますよね。仮想大賞はバラエティですか？仮想大賞はバラエティでしょうね、やっぱり。バラエティなんか、僕が深すぎて、もう、今、消滅しましたね、その枠というか。まあ、その昔ながらのバラエティはもうないですよね、多分ね。どっちかというと、YouTube がバラエティになってますね。YouTube にそこまで高尚なものはないと思うんですけど。結局バラエティってやっぱりお金と時間が必要なんですよ、本格的に作ろうと思ったら。歌とか踊りまでやらなきゃいけないから。そこまでいく、そこまで、本当はそうなんですよ。だから志村けんさんなんか今たまに、なんだっけ、志村コンっていう、志村魂って書いて志村コンっていう舞台たまにやるんですけど、あそこでは志村さんも完全にバラエティやってて、ご自分でこう三味線演奏したり、それから歌が入ったり踊りが入ったりっていう感じでやってるんですよ。それって何ですか、その舞台だけで中継テレビとかでやらないと思いますね。だから完全に志村さんの趣味みたいな感じだと思うんですけど。すごい、NHK の志村のあれなんて言うんでしたっけ。 NHK でやってる、たまにやってるコント分かる。あるんですか。ああ、私も全然最近のテレビ詳しくないから分かんないけど、なんて言うんだっけな、志村なんとかっていう、おお、あれを最近見ましたけど。ああ、そうなんですか。で、あの志村さんなんかも昔ながらのバラエティがやっぱりちょっと恋しいみたいなのがあるんじゃないですか。舞台でそれ必ずやるみたいな。だって志村けんってコント職人でしょ。そうですね。他のことだけはむしろできないんじゃないですか。いや、でも一生懸命その三味線はもうかなり弾けるようになってるんですよ。人前で披露するぐらいだからかなりの腕になってるんですよ。だからフリートークとか苦手だって言ってます。あ、フリートークは苦手でしょうね。全然面白くないですもんね。全然もうこの台本っていうか練習したものを面白くする、うん、そうですね、職人なんですよね。そうですね。だから昔の喜劇、まあだから喜劇役者に近い感じですよね、昔ながら。フリーでしゃべるときは全然面白くない、うん、本当に。それやっぱり変えちゃったのはあの明石家さんまさんですよね、うん、あの人がもうフリートークをお笑いの中心に持ってきちゃったんです。面白いかどうかは別ですけど、バラエティだから、クイズ番組がバラエティかどうかっていうと、そのあれバラエティじゃないですか、ぴったしカンカンバラエティです、ね、そうだから形式はクイズなのかな。形式はクイズだけどもバラエティっぽい、バラエティですね。だからまあ、アイノコっぽいあれですよね。テレビ探偵団、テレビ探偵団もそうですね、トークバラエティみたいなやつ。だから霊感山間第6巻なんかあれもクイズといえばクイズだけれども、まあ、バラエティー色も結構強いですよね。なんかあれはあれでしたよ、ここに何か出てくる。そうそうそう、自分の後ろに答えが出てて、で相手の答えは自分は見えると、それお互いにこう相手の答えを見て、それがお互い関連性があるから相手の絵を参考にして答えるんだけれども、下手にあんまり続きすぎて外しちゃうと自分のその答えまでヒントになっちゃうという、そういう番組でしたよね。
あれとかさ、あれとか連想ゲームって、はい、そう、はい、はい、なんかさ、おつむのレベルがさ、お前たち同じゲームだろって感じでさペアにされててさ、かわいそうだよね。だからクイズ番組っていうのは大体こう見てる人がバカにしながら見るって感じでしたよね。なんそれみたいな。なんかさ、柏原芳恵と渋谷哲平がついてるって、そういうのありましたよね。どうしてもクイズ番組っていうと、こっちはおかめ八目っつうか、こう肌から見てるとなんでそんなの分かんないんだよって感じになりますからね。すごい地味、すごい地味人だと、あの人何でしたっけ、渡辺、何でしたっけ、渡辺文雄さんでした。あ、そうそうそう、ああいう感じですよ。そう、霊感山監督からそうですよね、連想ゲームをかなりヒントにして作った番組ですよね、あれね。ほら結構ね、あのフランキー桜井好きなんですよ。ああ、そこがあの番組ポイントなんですよ。なるほど。フランキーさんの前に野瀬甚平さんのやつなんですよね。あ、そうなんです。そうなんです。私見た時には野瀬甚平さんだったんですよ。が先ですか。が先です。で、野瀬さんが多分税金とかなんかで出馬した時かな、交代したんじゃないですか。税金取っちゃったんですよ。あ、そうですね。なんか選挙制度が変わった時だったかな。その政党名で簡単に名前、得票を取れるように税金党っていうのを作って出馬したんです。で、確か分かりましたよ、野瀬さん。あと海江田真理さんもそうじゃないですか、税金党から出たって話でした。結構最近の話ですか。80年代、海江田さん、いや、その税金党なんて、税金党さ、税金党多分80年代の前半だと思いますよ。あ、霊感山間大六波ってそんな時代ですか。もっと70年代から、ああ、そうですね、やってます。あ、だから野瀬さんが降りたのはもっと早かったかもしれないですけども。あとね、オープニングの曲が好きだったんですよ。ああ、山下武雄さんが作曲した。ああ、あれも良かったですよね。なんかちょっとドロロン絵巻みたいな、変なあんな感じの曲ですよね。なんか似てますよね。まあ作曲者は違いますけどね。あのテレビ局ってやつですか。国まさる、はい、よく見てましたね。あ、テレビジョッキーのいいところ、未だにテレビジョッキーで、ね、覚えてるのって、ね、サザンが出た時なんですけど。え、サザンが出たんですか。出ましたね。よく覚えて、ね、勝手に死んでもらったのですか。思い過ごしも恋のうちで。ああ、まあ割と初期の頃ですね。でもその日はですね、日曜日ですよね、はい、その日は月曜日からどっか臨海学校とかに行く日の前の日の日曜日だったはずですが、1980年ぐらいだと思いますが、サザンが出てきて生で音出してまして、でそれを見てすごいびっくりしたんですよ。まあ、金かかってんなと思ますね。だからまさにバラエティ番組だから歌もちゃんとやってたってことですね。でもどんな番組だったかの細かいことは思い出せないんですよ。なんか白いギターかなんか、結局素人のなんだっけの、お笑いの腕に覚えのある人がこう勝ち抜けてやっていくみたいな。石橋貴明さんあれ出身でしょ。あ、そう、そうですか。多分あと木梨さんとか、あと柳沢慎吾さんとか。思い出した、なんか変なさ、ええ、変な口から牛乳飲んで目から出すみたいな。あ、そうそう、鬼人変人。はい、その手のさ、下手も系のそういうのもありましたね。鬼人変人のコーナーもありました。何が面白いんだかわかんないけどさ、ええ、そんなノリなんだな。で、土井勝が最初出てきて何やるんでしたっけ。なんかそのオープニングが思い出せないんです。オープニングは愛なんとか久美子、愛本久美子と、そうそう、一緒に出てくるんですか。そうですね。何の話だ。まあ、なんか適当に話して 歌かなんか入ってたと思うんだけど。しょっぱなが、しょっぱな、多分、まあ、私の記憶ではしょっぱなが歌かな。でもテレビジョッキーって毎週毎週こうなんか細かい内容は変わってましたよね。覚えてる。あれ日テレの今日テレの1時ぐらいの話ですか。そうそうそう、毎週ね内容は違ったんですよ。だから鬼人変人っていうコーナーはあったんですよ。でもその鬼人変人の内容は違ってたんですよ。例えば鬼人変人のコーナーっていうよりも素人が出てくるコーナーがあって、今日はペケペケな素人、今日は鬼人変人、今日は何々と、そんなんじゃなかったでした。もしかしたらそうかもしれないけど、なんかカーテンかなんかって向こうに素人がさやってくるんですよ。そう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 。で、山田康夫さんがナレーターで
ルパンが。ね、馬面のコーナー、馬面、奇人編にで馬面大会とかあって、あの顔が長い人が集まって、馬とかあの山田康夫さんがナレーション当てて、その馬面の人がカーテンのところに顔をポンって置いて、首から上を置いてですね、カーテンパッと開けると、その馬面の人がこう、それで定規で顔の長さ測るみたいな、ほとんど人権無視なことをやってましたよね。それで言ったらなんか土井勝の、あ、これそれは違う、なんか嘘か本当かみたいなのがありませんでした。あ、本物は誰だ。あ、そう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 、はいはいはい、あれも見てます私。それとなんかテレビジョッキーが頭で一緒になっちゃう。あ、かなり違いますけどね、番組はね。本物は誰だはもう純粋なクイズ番組ですからね。なんか変なこういうさ、あ、そうそう、こんななんかわざと隠してるよ。そうそう、首から下にガウン かぶってで、それはあの肉体系の歌ですね。だからその回答者がそこも聞くんですよ。なんかガウンを着てらっしゃいますけど、それはそこを脱ぐといい体をしてらっしゃるってことですかみたいなことで聞いたり。そうそうそう、だからいつもいつもガウン着てるわけじゃなくてですね、そのガウンを着てる場合っていうのは、例えばこうボディービルダーの日本一とかそういう人とかね、何でもいいんだけど、か、隠してるところでクイズにしてるってことですよね。いや、隠してない時もありますよ。だからその出てきてる本物さんがどんな人かっていうのはその時によって違いますから。だからいろんな本物さんが出てきましたけどね。そう、本物さんどんな人出てきたっけな、よく覚えてる。やっぱりでも印象に残るのはそのガウン着てる人ですよね。やっぱりもう入れた力して変ですもんね。ああいう人たちっていうのはその体がいい人とか、あとなんか身体的にやっぱ特徴がある人とか。あれだったら3人くらい出てくるんですよ。3人です、3人です。3人の中から誰が本物かっていうのは3人して、あ、そうか、3人して例えばガウンを着てるんだ。もちろんもちろん。例えば筋肉世界一みたいなのはどの人だって言ったら、だったら筋肉は見せられなくて、ね、隠れていて、そうそうです、質疑応答で当てろって、そういうことです、ね、そういうことです、そういうことです。だから今考えるとすごい、なんつうの、言ってるか、僕気楽っていうか、考え方がすごいっていうか、凝ってるっていうか。あ、今なんかって時間と金がかかってるって感じですよね。そうですね、日本テレビって、あれ日本テレビですけど、本物の場合だから、そういう番組が得意だったんですよ。クイズクイズっていうか、そのなんつうの、素人さんを発掘するみたいな。だからテレビジョッキもそうです。スタータームもそうだし、テレビジョッキもそうでしょ。テレビジョッキも日本テレビだし、あとその本物は誰でもあったし、徳田根登場っていうのもあったんですよ。あれもやっぱり徳田根さんって言って、こう素人の変わった人をこう発掘してたり。あれもそうですか。目方でドンもそうです。目方でドンも日本テレビ系ですけど、あれは東急じゃない、あれは ゲーム番組からかな。あれ多分関西で作って読売テレビじゃないかな、ちょっと分かんないですけど。なんかね、夫婦で出てきて、そうそうです、奥さんと同じ体重の商品をさ、そうそうそう、こんなやるんでしょ。だからがっちり買いましょうに体重の要素をかけた。40キロだったら40キロ相当のさ、そう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 、高い家電かもらってきて、そうそうそう、目片手ドンね、そうそうそう。あ、それで思い出したんだ、笑って笑って60分のオープニングをそんなじゃなかったん。なんか小さい男の子と女の子が裸で出てきて、ここに山盛りを作る。それでお母さんが狂ったようにさ、こう着せるわけよ。あ、ありましたね。あったよ、はい、それで、はいはい、着ただけ持って帰る。そうです、そうです。すげえ貧乏くさいにさ。でもあれほら、なんつうの、ピノチオ子供服だかなんだか、その当時の子供服ブランドってあんまりないじゃないですか。あの当時子供服でブランド服ってものすごいことなんで、お母さんとしては、お母さんとしてはもう必死なんですよ。一着でも多くいい服をっていうことで。下品極まりない。まあね、確かにそうなんですけど。自分だったらそんなのいらない。買った方が早いし。いや、でも、買うと結構な値段したと思うやつだよね。そうそう、だから最初すっぱたかで出てきて、で、最後着膨れて雪だるま見たくなっちゃうんですよね。着ただけ持って帰れるってことだよね。考えた人相当なんかあれですね。だからほら、その頃日本ってまだそんなに今ほど生活がこう、なんつうの、確実的に豊かじゃないんですよね。貧しい人々も、まあ、うちもそうでしたけど、こんなこと言ってて、貧しい、どちらかといえばこう貧しい人も結構いたんで、
そういう物欲を刺激する作品って結構ありましたよね。あと急に思い出しましたけど、竹郎長次のジョバトバタイバンザ。そうそうそう、ジョバトバタイバンザ。あーねー、あんま覚えてないんだけど、今のその洋服で思い出したんですけど、なんかトイレットペーパーのシーンかなんかになんかぐるぐるシーンだしって言って、あれなんか書いてあるんでしたっけ。いや、なんでそんなことやってるんですか。ここにヒントがあるとか。あのね、いやそうじゃないです、あのね、あれはあれも素人さんの番組なんですけども、東京12チャンネルで、で素人が最初なんか出し物やるんですよ、一発芸みたいなこと、はい、あれも野沢雅子さんとか石橋さんとか出たんですけど、野沢雅子、あ、野沢雅子じゃない、ごめんなさい、あ、野沢直子、野沢直子さん、野沢雅子さん、レジェンドですもんね。野沢雅子は俳優、声優です、声優さんですもんね。野沢直子さん、ちなみに野沢直子さん、野沢那智さんの親戚らしいんですよね。名医ですよ、名医さんだから、それともとして、その野沢直子さんとか石橋さんも出たらしいですけど、その素人がまず2人組で出て、で一発芸をまず披露して、それを審査員が採点するんですよ。例えばまあそれで65点となったとするじゃないですか。だから65万円の権利が得られるんです。で、その65万円を手に入れるためにゲームをクリアしなきゃいけないんです。そのゲームの中の一つがそのトイレットペーパーなんです。ぐるぐるシーンだし。で、そのゲームを選ぶのにルーレット回して、で確かルーレットだと思ったけど、ルーレット回して、でぐるぐるシーンだしって出るんです。でトイレットペーパーを時間内に全部こう出せるかみたいなね、そういうあれだったんですよ。本当にバカの出しっていう。本当ですよね。その頃のところ上司好きですね。あ、そうですか。今より、あのなんつうの、歌手の頃ですね。まあ本業歌手と当人は言ってたけど、歌手は歌手でも変なくだらない歌ばっかり歌った。まあまあ、なんかタコ足食べたら、なんかそんなのありましたよね。それがドバドバの主題歌ですね、それね。うん、なんかそんな頃のやつです。なんだっけ、タコ昼寝して、なんかそんなような歌ですよ。ありました、ありました。足食べたら足なかったみたいな。そうそうそう。だあの頃、所さんものすごい体当たりで司会してましたよね。いつも声からして、もうガラガラ声で。もう全力投球でやってましたよ。ちょっと今のキャラが違うっていうか。違う、全然違う。もう一生懸命です。リーゼントンってサングラスの頃ですよ。そうそうそう。もう随分変わっちゃいましたよ。変わりましたよ。そりゃやっぱりお金持ちになりましたからね。あの変わりだって、電車で通ってたような人ですよね。西武線の。だってあの頃は、なんていうの、そのドバドバの司会で好感度をいつも下の人でしたからね。大体ドバドバ大爆弾でいいでしたっけ。ドバドバ大爆弾、そんな誰もあんま見てない。あれ東京12チャンネルだから東京限定じゃないですか。あんまり大人なんてそんなことない。でもほら攻撃されるんですよ、その素人の子供たちに何十万円もあげるから、うん、攻撃されるんですよ。だから好感度ランク世の中とかで、まあ、言ってみれば PTA みたいな。避難の的になる。いや、PTA みたいな、よくいるじゃないですか、そういうの避難する人。あれ、なんなんですかね、あの、ああいうのやる人って。全く理解できないです。まあ、そういう人たちに攻撃されていたんですよ。お笑いはみんな通り道ですけどね。所さんも、そうやって攻撃されていた時期が、今でこそ好感度もね。でも、ドリフも、萩本欽一もみんなそう、ウィントダクションも。そう、みんなお笑い通り道なんですよね。見なきゃいいのにね。勝手に見といてさ、文句つけられてもさ消してくださいっていう感じじゃないですか。なんかね、だから教育に悪いってことなんですよね。だから見なきゃいいって言って、僕みたいにこれテレビを持ってなきゃいい、そう、見せなきゃいいんですけどね、うん、教育に悪いと思うなら見せんなよって話ですよね。だからテレビをなくしゃいいんです。なんかよくは論理的によく分かんなくないですか。有害なものを自分で購入しといて有害だって言ってる。だから多分人によってこうクレーマーですよ、それ。自分の価値観に合わないものの存在が許せないっていう人がやっぱり一定数いるんでしょうね。だからさ、ちょっとまた話飛んじゃいますけど、YouTube のコメントで言うと、そうなんですよ。だからその話と同じなんです。そうなんです。俺のチャンネルにさ、お前さ見てさ文句垂れんなよって言ってました。
ね、意味だけ言ってそうそうあのブラウザバックすれば済むじゃないですか。別にあれ不思議ですよね、ブラウザバックすれば済む 話なのに。え、ブラウザ、あの要するに戻るをすればね、ブラウザで戻るですよ。いや それはもちろんそうなんだけど、見なきゃいいじゃない、なんで見るんだよ。見ちゃってもそんな書き込む前にブラウザバックすぐにすればいいじゃないですか。私なんかそうしてるし、それをわざわざ書き込むっていうのはやっぱり自分の価値観に合わないものの存在が許せないでしょ。でさっきのそれがすごく似てると思うんですよ。所ジョージを非難しようがなんだろうと別にお前の生活に関係ないだろうそうなんですよね。多分自分の価値観に合わない存在を許せないっていう人がやっぱり一定数いるんですよね、やっぱりどこでも。これはでもそれはね、もう明らかに犯罪とかさ、明らかに反社会的とかそういうのは別ですよ。でもそれってあれですよ、ね、なんか似てるものってよく外人と喋ってる時にその話したことがありますけど、はい、よくさ飲食店で揉めてる人とかいるじゃないですか。例えて言うとコンビニでさ、ここにビール買うのにさ、ここ押してくださいみたいな、押したくねえだとかさあ要はクレーマーなんです。まあ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 ね、ああいう人って欧米人とかにいないって話をした、あ、したことがあって、確かにそうなんです。え、欧米人からしたらあんなの非合理的なんですか。いやいや、例えばあれですけど、ああいう、例えばじゃあ例えばレストランでもいいですよ、何か髪の毛の一本が入ってようかさ、まあ、いろんな人いるじゃないですか、そんな人いませんって話です。あれがいるのって東洋ぐらいなんですよ。特に日本と中国ぐらいですよ。日本、中国、朝鮮系、まあ